こんばんは、古川です。今日はですね、ドライフラワーの話をしようと思ってます。で、ドライフラワーの話 と、後半に、ちょっとお花を使った遊びをやってるので、もしドライの話はいいよっていう方は後半の方までスキップしてもらえたらいいかと思います。で、ドライフラワーの話なんですけど、すごいよく聞かれた質問の中に、これドライフラワーになりますかとか、どれがドライフラワーになるんですかとか、すごいよく聞かれまして、で、基本的に、ドライって乾くっていう意味なので、もう基本的にはもう全部乾いたらドライフラワーなわけですよ。で、それを乾いたものを見て、鑑賞価値があるのないのっていうのは、もうそれも完全にあなた次第になってくるっていう感じになってると思ってます。で、一応ね、僕の思うドライフラワーの定義っていうのは、乾く前と乾いた後っていうのがさほど状態形が変わらないものを一応ドライフラワーですよと案内するようにしてました。で、ドライフラワーになる条件っていうのが、水分の問題なんですね。もともとの水分の水分量の問題なんですけど、2パターンあって、1つがもともと水分が少ないお花、それももちろんあるんですよね。で、それはどんなものかっていうと、ワイルドフラワーとか南国系のお花は、結構もともと水分が少なくて、形状がほとんど変わらずに乾くっていうのがよく多いですね。で、もう一つが、水分が少なくなった時に収穫したものっていうのがあるんですよね。で、咲いた直後っていうのはすごい水分量が多くて、もう僕よく言ってたのが新玉ねぎみたいな感じで、すごいみずみずしい感じで、人間の赤ちゃんとか、若者とかやっぱり、みずみずしいんですよね。で、だんだん時間が経つにつれて水分がちょっと減ってきて、ちょっともう元からちょっとカサカサっとした感じになってくるところで収穫したものはドライフラワーになるっていうふうに説明してます。で、例えばですけど、ドライフラワーの王道で言うとアジサイとかですよね。で、アジサイもね、大きくてやっぱドライにしてもすごい見応えがあるんで、すごい人気のものなんですけど、大体皆さん知っての通り、大体6月とか7月とか梅雨頃に咲きますよね。で、その咲いた時っていうのは絶対にドライにならないんです。で、家でアジサイあるんですけど、切ってもドライフラワーにならないと。で、多分その一番綺麗な6月7月に切ってもらってもならないですよね。なので7月8月9月ぐらいの夏の間に、ちょっと紫外線多い時期にいっぱいこう紫外線を浴びると、だんだん水分が飛んで、9月の後半から10月ぐらいになったらもうカサカサっとしてきます。その頃に収穫してすぐパッと干すと、ドライフラワーになるっていう仕組みになっております。なので秋口に出てくるアジサイのことを秋色アジサイとかアンティークアジサイとか呼ぶんですけど、秋口に収穫するっていう意味とか、ちょっとアンティークで古い意味ですね、ちょっと古くなってきた感じのものを収穫するっていう、その秋口にっていう、意味が含まれていて、そんな風に呼ばれます。なので、もうちょっとこれもう9月なんで、収穫した方にとってはもう、すいません、後の祭りになるんですけど、もし、来年でも試してみたいなっていう方はそれをやってもらえたらいいかなと思います。はい、そしたら、今日ちょっとアジサイの話したんでね、ちょっとこうアジサイを使った、ちょっとこう遊びをちょっと含んでますので、今からちょっとこう動画の方をそちらの方に移しますので、はい、よかったら見てください。
はい、そしたらこんな感じで、アジサイをねちょっと並べてちょっとテーブルを彩るっていう感じの遊びをさせていただきました。なんていう遊びなんて言われるとちょっと難しいんですけど、テーブルをねちょっとこう彩るようなちょっとこう見てて楽しめるような感じの動画を挟んでみました。すごい綺麗なアジサイがあって、ちょっとこうねちょっとたくさんあったんで一回やってみようかなと思って、はい、やりました。別にこうレッスンにできるわけでもないですし、長く飾れるわけでもないんですけどね、まあちょっとこうちょっと見てるだけでね楽しいな、癒されるなって思う感じの、遊びにさせていただいたので、今日はちょっとその二段構えになりましたけど、はい、また、その辺を楽しみに見ていただけたらいいかなと思います。では以上になります。ではまた。